東京外角、環状道路。東京外角、環状道路は、東京都大田区から埼玉県を経て、千葉県市川市に至る延長約 85km の道路である。首都圏における高速道路計画3環状を9放射のうち、3環状道路の一つ、他の二つは、首都高速中央環状線と首都圏、中央連絡自動車道、県央道であり、 都心から約 15km の環状道路である。表記については1975年頃から1991年頃までは公文書等で東京外角環状道路と表記されており、この名残で市川市や東京都では現在も一部の都市計画道路名に各の字を用いている。東京の周りを取り囲んで湾岸線、第三京浜、東名高速、 中央道、関越道、東北道、常磐道、京葉道路、東関東道を相互に接続する計画だが、現在開通しているのは、自動車専用部、高速道路の大泉ジャンクションから、高谷 JCT までの区間と、一般部、一般道路の和光市から、市川市までの区間である。共用区間は、自動車専用部は、東京外環自動車道、 一般部の大部分は国道298号として供用されている。東京外角環状道路は高速道路部自動車専用部と一般道路部の事業中計画中の区間を含めた総称であり、そのうち現在供用中の高速道路部については東京外環自動車道の路線を用いている。東京外角環状道路と 東京外環自動車道のどちらも外環あるいは外環道と略称される。本項目では主に事業中区間、計画中区間について記述する。首都圏においては、中心部から放射状に伸びる道路に比べて、それらを連結する環状道路の整備が遅れていることが慢性的渋滞の一因とされ、都市機能の弱点となっている。東京外閣、環状道路は、 この問題を解決するために計画された道路とされている。都市計画道路として決定されたこともあり、下記の都県区間に分けられる。また、放射方向の道路で分けられることもある。主たる事業主体は国土交通省であり、高速道路は東日本高速道路、中央 JCT、高谷 JCT 間と中日本高速道路、 東名 JCT JCT 中央間が、施行している。東京外郭、環状道路の一般道路のすべての区間が国道298号に指定されているわけではない。国道に指定されているのは和光市から市川市までの区間だけである。大泉ジャンクション付近から和光市までの一般道路は、宿道一部区間は埼玉県道88号和光インター線であり、 国道ではない。また、東八道路インターチェンジから、大泉ジャンクションまでの一道路、外観のにも、現時点では、国道指定される予定はない。外観道東京区間は、計画の進捗状況により、関越、東明館と、東明高速以南に分かれる。関越自動車道、練馬区、大泉 JCT から、中央自動車道、三鷹市、 歌唱中央 JCT を経て、東名高速道路、世田谷区、歌唱東名 JCT に至る区間、1966年に、高架構造として、都市計画決定されたものの、排気ガスによる、環境悪化を心配する、周辺住民の反対運動が根強かったため、根本龍太郎建設大臣、当時らによって1970年10月に計画が、通された。 1999年に石原慎太郎が都知事に就任すると効率的な物流ネットワークの構築や慢性化した渋滞の緩和等を提唱し2003年には当初の高架構造から大震度地下、地下40メートルを通す計画に変更す方針が公表された2007年3月15日東京都の都市計画審議会にて関越道、中央道、 東名高速と接続する三ジャンクションと、目白通り、大梅街道、東八道路の三インターチェンジを設置する案が承認され、同年12月25日、国土交通省の第3回国土開発幹線自動車道建設会議にて、基本計画が承認される。決定された計画では、関越自動車道の起点を、練馬区から三鷹市に変更した上で、 関越道から中央道までを関越自動車道として中央道から東名までを中央自動車道として整備することとされた。石原知事はその後も折に触れ着工の前提となる整備計画を定めることを要望し2009年4月27日の第4回国土開発幹線自動車道建設会議で整備計画が承認された。国土交通省は 関越東名を六車線、片側三車線、設計速度時速八十キロメートルで整備する計画であり、これにより現在約六十分要している関越道東名高速は約十二分へと大幅に短縮されるものと予測している。この外環東京区間は国内で初めて高速道路の構想段階から市民参加方式を導入し、二千二年六月から パイ外関演選協議会2005年1月からパイ外関演選会議が開催された。原点に立ち戻り、計画の構想段階から幅広く意見交換を行うものとして発足したが、パイ協議会、パイ会議での議論とは関係なく方針の公表等が行われ事業化された。パイ協議会、パイ会議に参加した委員が外観のパイを検証し課題をまとめている。 2011年12月12日に国土交通省が同区間の着工方針を明らかにし、2013年9月に東京での開催が決定した2020年夏季オリンピック大会までの完成を目指していた。大泉、中央、東名 JCT 周辺の買収率は2018年時点で90%を超えていたが、大梅街道 JCT 付近の買収率が14%と、 土地収容が間に合わず2018年3月に2020年、開通は困難との見方を示した。シールドトンネル等の主要部分は国が直轄施行し、大泉 JCT 中央 JCT 間、約 9.9km はネクスコ東日本、中央 JCT 東名 JCT 間、約 6.3km はネクスコ中日本が舗装、設備工事等を施行し、観光後は、 有料道路として運営する。この区間に並行して、地上部には、一般道路の東京都市計画道路幹線街路、外角環状線路に、通称、外環の2が、都市計画決定されている。外環道の変更に合わせて外環の2を廃止する、等の議論も出ているが、2012年には、東京都が、大泉 JGT 付近の 1km について、事業着手した。地下トンネルは、 国体底部の震度が最大で70メートルにも及ぶと推測されており2001年に制定された大震度法基準の41メートルを大きく超える。これが適用されるトンネルは神戸市で計画中の大容量を送水管付設事業が2007年に認可されて以来全国で2例目となる見込み。国土交通省は円形創設シールドで掘り進む計画であるが日本のゼネコンでも 40メートルを超える地下での思考経験はほとんどなく建造物や埋設物が密集する都内区間では地表を開いてトンネルを構築する工法は不可能なため未知数の掘削を迫られることとなる。加えて区間の大半の土かぶりが50メートルになる見込みでシールド機やセグメントにかかる度圧、水圧もここまでの経験を大幅に上回る。 国内最大の大盤面シールドトンネル施工、直径16メートル、約10000立方メートルの発生度処理、国内でもほとんど実績のない地中拡幅工事、市街地志向での地域環境への配慮等の課題が存在している。国土交通省では、これらの課題解決に向け技術内容を精査するため、専門委員会を設置した。大手、順。 大手ゼネコンでも外観の着工を見据え、これまでに D、シェープシールド工法、鹿島建設やツインアーチジャイクション工法、大林組、三円形シールド工法、熊谷組といった独自の深度地下トンネル技術を生み出してきた。これに合わせ、国交省設置の大深度トンネル技術、検討委員会は2007年3月、都内区間で、 採用可能な19工法を検討案として選定し、2008年秋から技術検証を終える企業が相次いでいる。また同省は2008年秋にシールドトンネルの予備設計を日本シビックコンサルタントに委託済みで ICJCT 周辺に設置を予定している縦工の図面作成や試行ヤード、工事用道路についての検討も進めている。工事中に発生した 土砂、約240万立方メートル、10トンダンプで、約50万台分は、大泉ジャンクションから、和光市の新河岸川水循環センタードカリ浮き場まで、共用中の外観道を約6キロメートルにわたり、ベルトコンベアで搬送、既存車線をシフトし、コンベアを設置する計画となっており、2018年現在、コンベアの建設工事が進んでいる。事業費は、 事業化時点の一兆に820億円から25%増の一九百975億円となり、増額分の3、155億円は執行済み額に971億円を上回った。東名高速道路から南は第3京浜道路を経て、首都高速湾岸線に昭和島 JCT 付近で接続する計画となっているが、詳細は未決定である。 一方で、多摩川を渡って、川崎住貫道路に接続する案も浮上している。2016年2月、東京都などの要望を受け、計画の具体化に向け国土交通省、東京都、川崎市を構成員とする、東京外閣、環状道路、東名高速湾岸道路間、計画検討協議会が設立されることになった。外環道埼玉区間は、関越自動車道から、 埼玉県三里市、東京都葛飾区、境までの区間にあたる。専用部は工術のように複数の高速自動車国道に指定されており、東京外環自動車道として共用されている。また並行して、地上部には一般部に国道298号が指定、共用されている。1969年5月に福音40メートルで都市計画決定。 1970年4月に事業化されたが、環境問題として、遠藤市から対策を要望されたため、環境施設帯20メートルを両側に設けた道路構造の見直しが行われ、1985年度、福音62メートルで都市計画変更された。綾瀬川放水路区間については、環境施設帯の車道との間に、綾瀬川放水路が併設され、 福音82メートルとなっている。1986年に整備計画、施行命令がされた。この環境施設体は、読売新聞社選定の、新、日本街路樹100系、1994年の一つに選定されている。1994年までに、大泉 JCT、三里 JCT が完成、一般部についても2005年3月に、埼玉県内に加えて、 国道6号までの一般部は4車線となった。従来は、東北道常磐道は、首都高速中央環状線等、さらに、関越道東北道は、首都高速都心環状線等を経由して大回りする、必要があったが、開通後は大幅に時間短縮され、それぞれの所要時間は、通常時で10分台である。一方、1日あたりの交通量の最大8万台、 以上の増加に伴い渋滞が発生することもある。三里南 IC 以南は、市川市内で土地買収に遅延が生じたため、先行して買収が行われた区間の一般部を先行して開通させていた、後日。専用部は、東京外環自動車道として2018年6月2日に開通したほか、同時に、三里 JCT 三里南 IC 間に、 三里中央 IC が強用された。地域高規格道路の計画により、八潮市八条地先で、東埼玉道路と接続する計画もあり、一般部は事業化、強用されているが、専用部は事業化されていない。外環道千葉区間は、通称千葉外環とも呼ばれ、埼玉県三里市、東京都葛飾区境から湾岸道路までの区間にたり、通過する市区により、 葛飾区間、松戸市区間、市川市区間に分けられる。自動車専用部については、東日本高速道路、ネクスコ東日本により、埼玉県内と同様に、東京外環自動車道の延伸部として建設され、2018年6月2日に、開通した。開通前の従来ルートでは、渋滞が慢性化している、首都高速六号三里線、中央環状線、 千葉県道1号市川松戸線などを経由する必要があったが、開通後は大幅に時間短縮され、三里 JCT、高谷 JCT の所要時間は15分程度となっている。千葉外間は首都高速道路の慢性的な渋滞緩和につながる最重要区間であったため、実現に向けて様々な対策が施されている。基本的構造としては高速道路部が 下段、一般道路部が上段の掘り割りスリット構造となっている。市川市区間は用地収容率が100%となっていたが、他の区間に比べ用地収容が遅れ気味だったため、任意交渉と並行して、土地収容法における強制執行の手続きが進められ、2010年、平成22年12月17日に、土地収容法に基づく事業の認定が告示され、 2011年11月28日には国土交通省と東日本高速道路株式会社は千葉県収容委員会に対し未倍収容地の一部の強制収容の採決を求める申請を行った。なお、首都圏の三環上旧放射の高速道路計画では高谷 JGT をそのまま南下し第2東京湾岸道路調査中と接続する計画であるが、 船橋市にある三番瀬の環境保護問題や公共工事の見直しの傾向度、第二東京湾岸道路の建設そのものの目処が立っていない。松戸、市川の漁師に関しては、速やかな慢性渋滞の解消、空地となっている収容済みの用地の有効活用の観点から外環道千葉県部前線開通まで先行整備を進めていた。東京外閣、 環状道路とは道路名であり、高速自動車国道の路線を指定する政令で指定されている路線名、法定路線名とは異なる。下記のように複数の高速自動車国道の一部ということになっている。東京区間、埼玉区間、千葉区間、東京都三鷹市群れから練馬区大泉町に至る区間は自動車専用部が大震度地下を活用した方式で、 建設される方針が示されている。前日が、その一方で、一般道路部の都市計画道路、東京都市計画道路線外路外角環状線のに通称外環の二については、議論が先送りされており、都市計画変更もなされていない。この動きに対して、2008年には、武蔵野市在住の弁護士が、東京都を相手に、 外観の2都市計画決定の廃止と損害賠償を求める民事訴訟を起こしているほか、武蔵野市の市長友情森正が外環道の意見交換会の席上で外観の2の計画の廃止も含めた必要性の有無を検討すべきと意向を表明している。2011年平成23年5月1日の参議院連合審査会で日本共産党の田村智子は 首都圏の大型公共事業を見直した財源を東日本大震災被災地復興に充てるべきと主張し具体的な削減対象事業について本道路建設計画を挙げ周辺住民の反対もあり中止すべきと指摘したが大畑昭弘国土交通大臣は防災や復興物資搬出入りを考慮すれば道路整備は重要と答弁した楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。